違う、まだそんなこと言わない。この1、2月はこれの何倍ぐらいしたんですか？3倍？10倍ぐらい。何倍かな？もっと、それ超えるぐらい。名古屋そんな場所だったの？ここだけそういう特殊な力が発揮してる。それは、まあ、しょうがない。雨が多いしな。さあ、ということで、まあ、こたびも午前の11時からと午後の14時半の演舞も無事に終えて、まあ、こうしてちょっと寒くなってきたけども、まあこのな陣笠隊の者たちが戻ってくるまでは、まあ、皆とお茶でもしてお茶は飲めんな。いやそれ秀吉様に、まあ、それで元気な、まあ、こう話してな、まあ、楽しい時間を最後まで共有できたらいいなと思うとるけども、つい先日っていうかな、おそらくこの現世では忘年会というものが、チラリ来られた、チラリ来られたな。まあおそらくこれからも年末に迫るにつれて、みなみながな、もう街にな夜な夜な繰り出て酒を飲んで笑って吐いてというふうになるんですけど大丈夫か。いや酒の失敗とかやはり、まあ、誰しもいない人間なもの酒の失敗といえば、まあ、わしはないかな。400年前はない。まあ強かったっていうのもあるんじゃけど、わきまえていたっていうのもある。まあわしのな近くにおった親友の福島正則という男がおるんじゃけど、あやつはそういうのできんかって。この酒をはよくおるじゃろ、この現世でも酒飲めるんすよって言って気づいたらこの川屋から帰ってこないそういう人種がおるじゃろ。いや、あやつもそれに近いって聞いた。酔った勢いでいろいろこうやってしまうものとかな。一番衝撃的だったのがこの後藤又兵衛というものがおるんじゃけども、まあ黒田家の家臣なんじゃけど、まあそのものもまあ槍使いとしてもあったんじゃけどもな、この福島正則邸に行った時に、福島がなまた調子に乗ってちょっと飲み比べというかちょっと飲み勝負しようと吐き出したらしくて、後藤はなもう断る理由もなく、母と勝負と言ったらこれどうするんですかって、あわし負けたら日本語やるで、日本語って何じゃって言うと、もうこの日の本でももう3本の指もしくはもう1番と言ってもいいほどの瞑想、決してそんな掛け事で使ってはいけないはずの槍をすごい軽い気持ちでな、福島正則はあこれ勝てるって言って何を根拠に何を勝てるか、そういう算段を見越して言ったのか分からぬまま勝負をいたして、後藤又兵衛に惨敗をいたすそしてそのままその立派な日本語は後藤又兵衛の手に渡ってしまうという、もうなんて人生の黒歴史なんだと思われるけども、その聞く側にもなってもらって秀吉様になんて言うのと思ったけど、まあもう内緒にして多分知られたら本当に首飛ぶんじゃないかと私思ったんで、ちょっと黙っとこうかなと。まあ日本語は、まあ、今はどこかに展示されとるのかな、おそらくは。ちょっとわしも400年ぶりも見とらんで、行方はちょっとわからんけども、まあ、見る機会があれば福島正則という男はこんな立派な槍を先の世を賭けにしてしまったんだなというものを知ってもらいたい。あやつも酔った後に後悔するものなんじゃ。中におるじゃろ、この飲みすぎてこうやってしまったって翌日すごいへこむもの、どうじゃおるか。あ、みんな取る取る、むしろあげたくないかないんじゃけど、まあそういうものもおって、でごな、まあ福島はそっちの人種なんじゃわ。またまた酔った勢いで家臣に説得を命じつけるというとんでもないことをやってしまって、家臣からしたらな、何もしたらんのに嘘って現世で言うならば、この上司がなこの酔った勢いで、あお前クビになる、それが本当にクビになってしまう。特に何もしていないのに人生路頭に迷うと、まあ、現世ではそういう風になるけども、戦国時代ではもう路頭に迷うどころか命を落としてしまった。その家臣は
それをやってたらわしにやってしまったと。どうしよう、ちょっとどうしよう、もう終わっとるでやっとるんやから自分となったんだけど、もうしょうがないと、もう死んでしまったものはもうどうしようもない、もう死んでしまった、もう詫びろ、もう詫びろ、歌詞に詫びろ、もう飲むとこちゃんと気をつけろと。まあ、ゆえにな、みなみなもこれからの忘年会、ぜひともな、飲む酒については気をつけてもらいたい。そして、やはり冬じゃから食べるものがな、たくさんあるで、食べ過ぎないよね。食べ過ぎると、わしのより顔がむくんでしまう。お疲れ様です。むくんのか、むくんでおります。最近、この食べ納めというものを接してやっておりまして、この様々な、この美味しかったなっていうものをひたすら食べるということを話して、例えば非常に濃い味の麺類であったりとか、あと台湾ラーメン、そういうのでございます。もうそれがこうドロッとしたようなものであったり、非常に量が多いものであったりと、そういう不摂生な食を最近やっておりまして、結構あるよな、お主自分の生活明かすんじゃな、ゆえに少しむくんでしまいました。身削っとくな。まあゆえにまあこの反面教師でございます。あまあこういうことを しちゃダメだよと。大名として民にちゃんとした生活を送ってもらいたいという気持ちがあります。現世の食べ物であると、はあ、わしはジャガイモが一番好き。野菜を米粉を、もうあれはだって戦国時代入ってなかったから。野菜にございます。あのジャガタライモって言うな、ジャガタライモ、ここから参りました。戦国時代 あの末期に入ってきたから、 あれは非常にうまいな、ジャガイモな。何かおすすめの食べ方というのは、じゃあ、ふかして塩かけて食う。あー、一番うまい。ちょっと皮は剥きますよ。なんか毒が入っておるという、じゃがいもの芽というのがあるな、毒があるっていう。あれ本当に食べたら死ぬって言われてる。本当に死ぬのかどうかと、な、一回だけ口に入れたことがある。あのな、人間の体というのはえらい機能がええ、舌に乗せた瞬間に本当にしびれてしまってな、舌が、すぐペッて吐いた。それはわしの意思と関係なくすぐペッて吐いた。そういうできとるんじゃ、体は毒だとさすがに拒絶飲み込めれんらしい。あー、体よくできとるな。わしの体よくやるわ。身をもって実感する。さすが年下です。すごかった。いや、じゃがいもが好きなゆえに、ゆえに、あいゆえに、あいゆえに、ちょっと試してみてください。いろいろござる。あ、おしげ様のじゃがいも愛というか、深いですか。そんなことよ、母は三号、四号に行ったらどうしてるの。存じ上げますか。落語というのは我らの時代なかったんだ。ただオチのある話というのはもうすでにその原型みたいなのがござって、よくトーマがな、聖水晶というな、本の話をするんだけど、面白い話がな、いろいろ集まったそういうオチのある話を集めた本がある。というのも、わし前田利家もそうじゃが、昔豊臣家に仕えたことのようにおとぎ衆というな、まあ、はい、しゃべりでもって、国の情勢やら、まあ、軍議必要な情報、さらにはまあ、父とどうでもいいくだらない話から、面白い話、秀吉に、いろいろ教えるとやってて、それはおとぎ衆と。というのも、お主の主、豊臣秀吉 は農民でじゃろ。そうでございます。農民でをバカにしてるわけではなくて、お主も農民でいうか、勉学をな、こうやってやって教養を身につけるという人柄ではなかったんで、秀吉は全部人から耳から覚えて勉学しちゃった。なので読み書きもそうそうせずに、ほとんど耳から覚えた。その方が秀吉としては楽なんだと。なのでそのかつて敵型だったものとかも、はい、自分の配下に入れてしまった、はい、したらば、その敵型の長とかを自分のおとぎ衆にしてしまった。で、情報をいろいろどういう作戦があるのかとか、で、どん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 知識蓄えてさらに強くなるということを繰り返してた。頭ええんじゃん、秀吉のやり方は。拙者はこの、その秀吉様のそのかけなかったであったり、そういう境遇というのをまあ、お姉様がちょっと
と心配して、で、まあ、清正をなもう今のうちからちゃんと勉強しなさいということで、子飼いになってからしっかりと叩き込まれましたね。で、拙者はその耳から学ぶということは行っておりませんでした。そうか、もちろん読みかけは秀吉もできるんだけど、はあ、まあ秀吉としてはそっちの方が早かったから、それは分かる。すごい人の話を聞くのが一番いい勉強はな。年上さんはどのような形で？私は武家の生まれだから、お主ら農民でと違ったから必須の一応武家じゃからなっていう者たちは寺に預けられるんじゃ幼い頃、うん、もう本当に、幼い頃預けられて、はい、12時間以上な監禁状態みたいな感じで勉強させられるんじゃ。これは誠の話で、なので受けの者はみんな頭がいい。サボったりはしませんでした？もちろんサボった。あ、そうです。サボってないかと思いました。サボっていたんです。抜け出すとか抜け出してるのは、それこそそういうことも、はい、行っとる。それは偉い怒られるかな、はい、適当に。ただ、まあそういうしがらみの中で育ったからに、で、武家の四男坊だろ、はい、どうせ勉強したところで家なんだ、すげえんだな、偉くなる道がないわけ、はいはい、草場でも本当に強くなるしか活躍する方法はないというふうに、まあ、意識鍛えて、で、この決まり事の多い武家社会でな、はいはい、ちと嫌気がさして次、歌舞伎もな、まあ荒島区とかかな。荒島区、荒島区とかかな。ですが、利家様はあれですな、このどちらかといえばこの現世の試験なるものはしてないように見えて、実は非常に高得点を叩き出してちゃっかりやっているようなんでしょうか。そろばん日の本で一番最初に習得してバーッとやってた利家様というのを気にしてますけど、一番最初ではない。違いますか。秀吉がな、はい、貿易しておったんじゃん、はい、その際にわしに手の入って手に入れたからに、まあ、やってたら面白いから、確かにそろばん好きでは言えない、はい、あれは勇気の一つ。勇気、そういう言ってみたい。いやいや、そろばんは勇気。本当に今でもそうですよ。やってみる。孫と孫と孫と結構面白いです。タタ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 。チャラチャラチャラやって。はい、あれが結構快感なんですよ。気持ちいいですか。気持ちいい。あ、いや、あれも面白いです。指暗算とかなんか技術がある。指暗算。ソロ版を一回身につけたらば、はい、もう頭の中で想像するだけでそろばんをここに出せるわけ。空想の空想です。具現化するんです。じゃあそうすると3桁の計算でもこう指でパパパってやるともうできる。かといって今問題出すの。そのやらないか。やってみるか。3桁の問題出してみる。お主ら持っとるか、そのすぐ答え出せるやつ。やめとこうか、これ恥かきそうだ。やめとこう。やめときますか。収集つかなかった。それよりも話がすごい回りまぐって、はい、その元義衆の話に、はい、戻る、はい、その落語、現世の、はい、元義衆の元祖の落語の三五十五で知ってた。知りません。知らんか。昨日、刑事もちょうど来たけど、電波放送線、我らが毎週月曜日から木曜日までやってるラジオ番組でな、冒頭でちんと遊びやったんだよ、はい、わしが提案しての3号10号な。面白かったじゃん。面白かった。どうじゃろう。斉藤堂さん、ちょい悪いです。これお寺の正式名称には3号10号と申して、何々さん、何々寺。例えば、わしにゆかり深いところだと、前田側念寺というところがあるが、あそこの正式は岡部さん側念寺と。
この三と字がつくわけで、そこにかけていわゆるラップじゃ、ゲーム同じ言葉を繰り返すなので、刑事だったらば、斎藤道さん、ちょいわるわい、おいちょい、そしたらば、刑事だったらどうじゃ、斎藤道さん、ちょいわるおやじ、そう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 、こういうことになるわけ、言葉遊び。で、わしだったら、槍の又さん、十文字で、清正、ちょっと、さですね、斎藤道さん、さん、何々さん、何々字さっさなりまささん違いするさん違う文章には区切りがあるで、点がつくその点の前に1個さんがつくで、丸の前に字がつくあ何々さん、何々字で、文章を完成締めでございますかだから、お父さん、返事そういうことがちょっとみんな刑事の異国のもうちょっとこれやってみようかこの遊びをカスノスケたちがもうな多分1問2問ぐらいで終わってしまうからはい早押し早押しじゃあはいよし天野婿さん地天野婿さん、ちちょっとその心はあ、この拙者の娘に天というものがおりまして天野のあそして、その天野婿さんということで天野と継いだ先の旦那が地持ちだとそれはな、実は良いですねというのは実際の落語の中でもその何々さん何々字というのを繰り返して言葉遊びをいたすもうそんなのにお医者さんとお医者さんだからお医者さんはあっていますまあ拙者他人のこと字って言っておきましたけど拙者も400年前はそういう山とか言わんでそれは言わんでいいな出るあの、ユジ温泉で直しておりましたはいさあ当時ちょっと、ちょ、言わんでええんじゃ今のは流してやったじゃろ今のそういうのは触れなくてよい私、そういうことがあるのかなといや、いやいや、もう私思いましたがもう流せばなんとなく終わりだった感じがな、そういうことが一緒の感じでなんで捕まえたんじゃ思っていや、当時って思ってますよなんで、昨日、カズノスケは何だたくさんソーセージなんでたくさんソーセージ現世目がってからですなソーセージ好きなんですたくさんソーセージあったらもう幸せではございますよたくさんソーセージ何本ぐらい何本ぐらい150回目朝食で足りんだなよサクサクとそれ1年間持つんじゃないか150本はもう1週間で消えますよ1年間どんだけ食べると思うんですよ偉いよちなみにちょっと緑っぽいやつなのかちょっとなんか赤っぽいやつ両方いいんですが最近の私の流行りは緑っぽいのあー分かる焼きそば入ってるやつなあれ誠にあれすごいなあれいいです私思うの焼いてちょっと茶色っぽい匂いかいてちょっと焼きそば匂いだなあれ不思議なまた漢方がたくさん漢方ソーセージは健康には一応大丈夫もしかしたらな一応大丈夫はーし考えずに作りましたあれ多分相当よで、赤色はな、ワッパに緑方は若干高いんです、あれあ、わかる赤足の足柄には辛くて香りのいいやあれ、ちょっと高いだからこれゲイツですごいのが赤いやつはちょっとちびこんでもなかなか動物になるソーセージというか知っとりますすごいですタコでございましたこれ何しよう我らやはり仏教が盛んだったからに本当は肉とかな食べたらあかんのよだからカズノスケには足柄とか帰るか帰るよしもうやめな話やめよしもうやめな
たくさんソーセージ。さあ、みなみなな、本日も寒い中、誠にありがとうさんじゃ。明日は、なんと月に一度の十二演舞ということでな、10人続いて名古屋城にて演舞してまいる。これ実質1年で換算すると半分ぐらいしかできとらんのじゃ。12演舞というのはな、雨が降ったり、どこぞの誰かがどこか行ったりしてしまうこともござる。で10人集うことなかなか難しいからに、様、ちなみに明日全演舞を終えた後に、あの天下一総踊りをみんなで踊るそうです。あ、なんか明日からもうやっていくと、やってまいるということで、この来るべき2月4日5日の第2回全国武将隊博覧会の総踊りを交互し捉えて、ね、そしてまいる。そしてあとは、我らが先ほど申した電波放送船な、何故わしが電波放送船の話を出したかよな。明日なんと全演舞の時に、はい、また CD 即売会というのがござるから、はい、もしまだ持ってないものがおったらばな、なんか今度は新しいバッジがついてくるらしい。24種類もあるさようじゃな、というのがあるらしいので、ぜひで、興味ある知り合いとかもおったらぜひ明日な名古屋城連れてきてくれ。で、10人おったらば誰かしらのことに興味持つじゃろ。そのまま1回3回来てくれるようになる。カーズ見ちゃ当たる。そうじゃ、そうじゃ。本当にな、10人の力は結構強いんじゃということを、知らしめようではないかと。で、おしまいにしたいと思う。みなみなな、誠にありがとうございた。寒いので、で、お主らも体冷え切っとるので、温かい湯に使ってくれ。我らもの、わしらはなんとかなる。さあ、では皆の衆、誠に大義であった、また会おう、さらばじゃ。ちなみに25日わしの生誕日じゃ。生誕日なのに生誕日を用意してくれ。癒される。さあ、それでは皆様、たくさん温かいソーセージ食べて温めてくださいませな。高いんだけど、緑の高いんだ。何？